やいや、ボーン。名前名前ベナシ君、あ負けちゃったね。いや、世界は悲しいところになりました。現実は厳しいですね。また またでもね、今日はグラップリングやるんだよね。あ、やりますね。やりますよね、うんうん、ベナシ君の世界ですね。ベナシ君の世界ですよ。僕たちの世界じゃないです、うん、昨日思ったんだけど、なんで僕たちグラップリング毎回やるのって。グラップリング楽しいからだよ。楽しいからだよ。一番できなくてかっこ悪いものをやるのちょっとセンスないんだけど。まあ一応、すごいゲストとかが今日現れるんです、はい、勝手に映します。まあなんかうちがゲストだよね。 YouTube ではゲストが出るけど、でも本当の、あ、そういうことね。本当のゲストはうちだよね。まあ、でも俺らのチャンネルで自分たちでゲストっていうのはおかしいじゃん。うん、まあ複雑なとこだよね。複雑なところなんだけど、一応勝手に移して、再生回数取ろうと思ってます。で、岡田亮選手が、はい、来てる。あ、今日来てます。そうそうそう、ここで待ってたら岡田亮選手が立った。うん。今日グラップリングする。グラップリングしてるの。うん。でもメインのゲストは大木久保選手ですね。Yes。練習中に邪魔すんなって何回か言われてるから、うん、絶対声かけたらダメだよな、と。あ、分かった。思いっきり。バーンって蹴飛ばされるから。ノジョウ、その後自立やったでしょ。うん、グラップリングとちょっとはちょっと違って、そのキーがないな。あ、だからちょっともうちょっとやりやすいのかな。どうなんだろう。分かんない。スッチー。オッケーオッケー。あー、お疲れ様です。お疲れ様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。わーお兄さんだっけ。お兄さんじゃないの。僕弟です。シンコレン何回目。初めて。あ、初めてグラップリング。初めて。夜は来てるんだけど、うん、夜はもうちょっとアマチュアとかプロが混ざったけど、これはプロだけだから。わちょっとやばいな。怪我しない程度でね。じゃあこの後岡田亮選手で。やられます。あ、はい。やられる。あと体重のアドバンテージ持ってるから。そうそうそう。岡田亮選手、思い切りやってください。フィアを入れないですか。はい、フィア。お願いします。
Half time.
ます。お。なおと負けられないよ。なあ、また取られるよ、ナウト。また取られるよ。Let's deep burn.最後何回タップされた？覚えてない。たくさん。いや、今日はありがとうございました。ぜひ、ちょっと試合近いんで、はい、終わったらもうマジでお願いします。行きます。なんか、作曲したいって。うん、お願いします。一緒にミュージックビデオ作りたいです。ぜひお願いします。実は、YouTube もやって、おぎチャンネルって言うんですけど。そうなんです。すごい、いろんな面白いことを公開されてます。罰ゲームとかも出てて。最近なんかドッキリとか出てたんですよ。怖いもん、生き残って顔蹴ってました。じゃあもう削除しました。え、本当ですか？そうなんだ。ありがとうね、運が良くて見れたって。運よく見れた。で、今もう今もうじゃそれもう見れないそうです。いろいろラップも体験させて、ありがとうございます。ありがとうございました。これ毎日火曜日、火曜日毎週、はい、やってます。はい、そうですね。ね、動画に載ってるかわかんないんですけど、5分のインターバルをもう10ラウンド続けてやるんです、うん、やばい、だから50分も確認してる感じですよ。すごい、もうウエイトトレーニングやらなくても筋肉つきますよね。パンパンになりますね。でも審査すごい力強かったです。あ、びっくりしました。いやいや、頭ガッと下げられて。あ、これができるんです。なんか首相撲とか首相撲だから、びっくりしました。
今日のお昼も練習するんですか？どんな感じで？今日この後は夜、はい、夜はあの別のフィジカルトレーニングを別にやりに行く感じですけど、はい、だから週1回は休み、週日曜日休み、日曜日休みで、そうです、あとは全部やってます、はい、毎日2ブレンド、一応2回やってます、622、そう、12 workouts で、ね、12回トレーニングしてる、クレイジー、ちょっとクレイジーですね。でなんかこのなんかあのなんか刺激っていうかインテンシティをなんか今日は追い込むで、今日は明日はあ、そうです。でそういう感じですか。月火追い込んで、水曜日はもうスパリングやらないで、あのフィジカルとボクシング、はい、でまた木金やって、土曜日またフィジカルと走る。ランニングもするんですか？ランニングも、はい、土曜日だけダッシュいっぱいやって心肺機能を張りでやってますね。あれですよ、なんかいい、なんか褒めてるっていうか、それコンプリメントなんだけど、三雲選手が俺より背が低い、すごいびっくりした。すごいことです。顔似てますよ。似てるってコメントで言われます。やっぱり言われます。でも見てすごい似てる。なおと、どうだろう。まあ皆さんコメントでお知らせください。似てるかな。でもコメントで何回か来てるから。ちょっと似てるなと思って。うん。今度シンさんあれムエタイやりましょう。ああぜひお願いします。コラボでやりたいです。ああコラボです。今日グラップリングやってもらったんで。はい。今度僕がムエタイ。ああいいね。ぜひいいね。お願いします。いつもグラップリングボコボコにされてる。今日初めて。いやグラップリングはあの夜でたまに来ます。僕とやる。あ僕ではい。はい。びっくりしました。力強い。いやいや。あそうそうなんだ。ちょうど僕よりちっちゃいからバンタム級で試合出るのがすごい。ああそうです、ね、すごいと思ってます。ちょっとみんな背大きいですけど、はい、はあ、でもずっと空手とかでもずっと大きい人でやってきたんで大丈夫です。全然やりやすいんですか？大きい方が、大きい方がやりやすいですね。自分よりちっちゃい方がちょっとやりづらいかもしれないです。だって、なおと佐々木優香選手となあ1回くらいコラボしてもらってるんですけど、ああ、こ冗談抜き、これぐらいいってると思います。優香は大きいですよね。これぐらいなんですけど、なんか試合する噂が流れてましたよね。あ、そうですね、やろうと思ってたんですけど、逃げられました。多分こうやってやってたら、バンカーならないかもしれない。タフキック。あ、okay、トーナメントのことで一切は話しなかったけど、いいのかな。いや、もう皆さん分かってますよ、トーナメント出るっていうの。あ、トーナメント、そうですね。もう日にち5月23日の方ですか？まだ決まってないですね。どっちか分かんないですけど、はい、23日か30日のどっちか。30日大阪か、どっちかです、はいはい、近いうちに発表すると思うので、はい、興味ある方は荻窪選手のインスタ、ツイッターと YouTube、荻チャンネルフォローしてください。荻チャンネルよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。 YouTube 大丈夫ですか？あ、全然大丈夫です。ありがとうございます。いや、最後あの一緒に、いや、今何キロか聞いてみたら、今55ぐらいで、今結構過去マックスで。あ、そう、55で。いつも3とか4なんですけど。あ、そう。ちなみに僕も今マックスで。あ、本当ですか？多分80くらいあります。お互いマックスです。お互いマックスで、ウェイトね、30キロ25キロなのに、一番カンナ選手にタップされました。ラスト疲れてるところに行ったんで。いやいや、僕もそうしました。最後の3段前回のライゼンの試合見ました。すごい感動しました。ありがとうございます。もちろん結果あったんですけれども、すごいパワーもらって、あの次の試合も楽しみにしてます。頑張ります。ありがとうございます。さあ、神田選手も、YouTube もやってますので、Twitter とか SNS ぜひフォローしてください。ありがとうございます。お願いします。今日ありがとうございました。めっちゃボコボコにされた。岡田亮選手です。一回あのカットキャストに、はい。ありがとうございました。今日、ね、ボコボコにされた。いやいやいや、強かったっすよ。上手っすね。いや、80キロありますからね。あ、本当ですか。いや、すごい強かったっす。あの壁際の攻防とか。やっぱりたくさん見てらっしゃって、はい、さっき聞いたらハビブの人だった。いや、上手ですよ。あれ、一回やってみたかったんですけど、全然うまくいかなかったです。やべ、どうでした？面白かったです。いや、面白かったです。面白かった。やっぱ上手ですよ。いや、めっちゃ手加減してくれたので。いやいや、全力でシンさんに本気で行けって言われたんで、はい、本気で行ったんですけど。アナコンダチョークとかもう決めるつもりで行ったんですけど、なおさんピクリともしなかったので、変わってくなかったし、上手でしたね。
いや、重いから。面白かった。今日は本当にありがとうございます。いや、こちらこそ。またぜひ。またぜひ。またぜひ。よろしくお願いします。僕が出演していただいた僕のチャンネルにお二人と話したのもそろそろ上がると思います。皆さんそちらの方も岡田亮選手のチャンネルに飛んでみて行ってください。すごい面白いコンテンツたくさんあるので。ありがとうございます。今日はありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。いいタオルですね。タラー。Yes。やだ。すごい。カスタムメイド。カスタムメイド。ありがとうございます。次6月試合のそうです。はい、楽しみですね。相手はまだ発表。そうですね、相手はまだ内緒なので。うわー、楽しみです。楽しみにしていてください。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。よし、今日のブログのメンバーのメンツやばくないですか。やばいよ、ちょっとやばすぎるよ。どうやってこんなとこ入れることできたの。すごいガチのプロ連で。いやー、ちょっとまあすごいね。そうなんだよ。